どうも、正大です。今日はですね、以前買った妖怪メダルバスターズ第2幕の10パック、全て開けたのでささっと紹介します。10パック開けて、こんな感じですね。ここだけはちょっとね、座敷わらしなのでちょっと違うんですけど、今回ですね、コマさんと、土雲とキジニャンということで、いいんじゃないかなと僕は思ってます。それとね、コマ次郎もノーマルで出てきてですね、コマ兄弟が揃ってるっていうのも良かったなと思います。そして思わずね、開けてびっくりしたことがあったので思わず撮っときました。それがコマ兄弟がですね、なんとセットで出てきたんです。こんなことあるのかというぐらいですね、びっくりしました。こんな確率ないよ。以上がですね、妖怪メダルバスターズ第2幕10パック買って当てたメダルたちです。1箱につき大体4枚ですね、ホロメダルが入ってるんですけど、今回10パック買って4枚メダル入ってました。得もなく損もなくというような感じです。果たして次はどんな妖怪と出会うんだろう。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。